彩り鮮やかな人参ドレッシング、食欲の落ちる時期もさっぱりと食べられます。簡単なのでぜひドレッシングを手作りしてみませんか？人参 150g は皮を剥き縦半分に切り、1センチ幅のいちょう切りに切っていきます。玉ねぎも粗みじん切りに切っていきます。ブレンダーに絡まれば大丈夫なので、切り方は大体で大丈夫です。酢 50cc、 オリーブオイル 50cc、 蜂蜜大さじ2、塩小さじ1、胡椒少々を合わせておきます。そこに先ほど切った人参、玉ねぎ、にんにくを加えていきます。ハンドブレンダーでピューレ状にしていきます。ミキサーやフードプロセッサー、ミルサーなどでも代用できます。野菜の絡まりが悪い場合には野菜を少しずつ加えるとよく絡まります。簡単に人参ドレッシングが完成しました。保存容器に移し替え、冷蔵保存で1週間以内に食べきってください。疲労回復効果のある人参は1年中楽しみたい野菜。彩りも綺麗なのでちょっとしたおもてなしにも使えそう。ぜひ甘酸っぱい味をお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。